はい、では今日も社長の仕事365日間に始めていきます。今日は226日目になります。今日のテーマはですね、伝える手段を工夫しようという話です。伝える手段を工夫しようですね。で、ですね、マーケティングといいますか、ブランディングとか、その辺の世界で言われている言葉でですね、メディアはメッセージであるという言葉があります。メディアはメッセージですね。で、なんかコミュニケーションするときにですね、大きく分けると2つのことを考えないといけないんですけれども、1つはメッセージの仕方ですね。メッセージの内容そのものになります。でもう1個がメディアですね。どの手段、どのチャンネルを通じてそのメッセージを伝えるかということですね。そのメッセージの内容自体は分かりますよね。でメディアっていうのは、例えばこういうふうに動画で伝える場合もあれば、なんかこう文面で伝える場合もあると思うんですけれども、そのメディアメッセージであるっていうこの意味はですね、そのメッセージを伝えるときに、そのメッセージそのもの、内容自体も大事なんだけれども、それをどのようなメディアを使って伝えるか、どのような形式で伝えるかっていうことも同じぐらい大事だというような教えなんですよね。でこれをですね、社長はよく理解しておく必要があるかなと思います。なぜかというと、やっぱ社長ってですね、いろんな人にこう自分のメッセージを伝える機会って非常に多いと思うんですよね。お客様にこうメッセージを伝えることもあるでしょうし、社内でこう何かですね、社員の人にメッセージを伝えることも、非常に機会が多いのかなと思うんですよね。そう考えると、そのメッセージそのものももちろん大事なんだけども、それどうやって伝えるか、どのような媒体で伝えるか、どのようなメディアで伝えるかってことも一緒に考えないといけないということなんですよね。で、例えば例で話しますとですね、よくはその会社のこう理念がこう共有できないと、浸透しないというですね、社長がよくいらっしゃるんですけども、それらの社長にですね、じゃあ日々こうどのようにしてこの理念っていうのを伝えてますかというようなお話を聞くとですね、例えばその、今はね、なかなか懇親会ってできないんですけども、昔やったらその飲み会でそういう話をしてますよとか、こうなんかね、朝礼でそういう話をしてますよとかっていう、ことはね、結構あったりすると思うんですけども、さっきのそのメディアメッセージであるということを考えると、それだけではね、やっぱり弱いんですよね。会社の理念って非常に大事だと思うんですね。なので、その伝えたいメッセージそのものは非常に大事だし、重要なものだと思うんですよね。ってことはですね、そういう飲み会とか朝礼の場だけで伝えるだけでは不十分なんですね。要はメディアがね、不十分なんですよ。なので、その重要な話を伝える場合には、そのメッセージがあたかも重要であるかのように伝えないといけないということなんですよね。なので、会社の理念っていう重要なことを伝える場合には、飲み会というフランクな場で伝えるんじゃなくて、きちんとした 場で伝えると。会社内の正式なイベントの場で、繰り返し伝えていくということですね。繰り返さないといけないということなんですよね。でもちろんですね、飲み会の場で、いわゆる飲みケーションですよね。ワイガヤって日本では言われますけれども、そういうことももちろん大事なんだけれども、それだけではやっぱダメで、重要なことは、それがあったかも重要であるかのように伝えないといけないということなんですね。で、このメディアメッセージというのですね、ことは、皆さんもこう日々の生活で考えていただければ分かると思うんですけれども、そのいくら内容が良くてもですね、なんかこう安っぽい紙切れに書かれている内容と、こうちゃんとした封筒に入ってですね、非常にこうオフィシャルな感じで、高級そうな紙に書いてある内容って、やっぱ受け取り方が違うと思うんですよね。内容が同じでも受け取り方が違うと思うんですよね。これと同じことが、あらゆるコミュニケーションに、共通するということなんですね。なので、うちのお客さんにいつもお勧めしてますのは、例えば四半期ごとに、こう正式な場として会社の全体の理念とか方向性とか戦略とか計画を伝える場を作りましょうっていうですね、お話をしていたりします。そのようにして、オフィシャルなイベントとして会社内でそのメッセージ、大事なメッセージを伝える場を作っていくということですね。これを一つの仕組みにしていくことで、大事なメッセージというものが、その社内の人にとって大事なものとして受け止めてくれることができるということなんですね。というわけで、今日は大事なことを伝えるために
あたかもそれが大事であるかのように伝えないといけないということをですね、ぜひやってみればいいのかなと思います。というわけで、また明日お会いしたいと思います。